おい、おう、帰るんじゃな。おまん、黒船に乗ってきたやつを探しよるらしいの。タカさんから聞いたわい。で、何か収穫はあったかい？よかったのう。わしの言うた通り、遊郭はええもんじゃろ。それに実はの、昨日はあれじゃったが、カズラさんは顔も広うて物知りなご人じゃ。時々面白い仕事を回してもらえることもあるがよ。おまんも仲良しておいて損はない。もう酔いも覚めじゃろう。改めて話してみたらどうかい。カズラさんは確か桜屋いう旅籠に泊まっちるぜよ。探しよるやつがおるなら早速相談してみたらどうじゃの。わしは松陰さんを探してみるぜよ。あん人を見つけたらおまんにも会わしちゃる気にきっとじゃ。おまんとはもう親友みたいなもんじゃ。なんぞ困りよったらいつでも呼んでくれてええき。君はどこかで会ったような。おお、そうだ。あの時は幕府の密偵かと疑ったが、坂本君の連れだったとは。重ね重ねすまん。あの夜のことは曖昧でな。ふう、また酒に飲まれてしまったと。面目ない。おかげでこの御仁に剣で打ち負かされてしまった。いや、酔ってなくても危うかったかもしれないな。君は実に筋がいいようだが、見たところ我流だろう。一度名のある道場の門を叩くことをお勧めするよ。この草加玄瑞君も道場で剣の腕を磨こうとしてるところでね。学問も並ではないぞ。なんせ吉田松陰の一番弟子だ。この町では偉人どもが我が物顔で闊歩している。奴らを海の向こうへ追い返すには筆より剣の力が必要だ。今こそ日本刀の切れ味を見せる時。この国はそもそも雨土始めの時。やれやれ、俺は飛ばに行ってくるぜ。このところ懐具合が寂しいんでね。新作、なんだその態度は。客人に無礼だとは思わないのか。あんたも来るかい。何やら運を持ってそうだ。たまたま生き残っただけって顔をしてるぜ。